はい、お疲れ様です、j r n のせいやです。はい、えー、っと、エイザベス女王杯、はい、えー、2の予想を早速いきたい、はい、と思うんですが、まず冒頭、あのー、ね、あのー、武豊の落馬、あこれがね、あのー、あってですよね。 業中の落馬によって記事を取りやめこれがあって、おそらく、えー、スマートレイヤー、すごい軽視されてるなと思います。はい、まあ、そうですね、えー、ライトの競馬ファンも普通の競馬ファンも、まあ、分かってらっしゃるのかなとは思います。侮れない馬だと,なだとは思いますけど、はい、あとはあれですね、瀬,口瀬,、えー、瀬戸口。 お亡くなりになったということで、えー、ご冥福お祈りいたしたいなと思いますしそこもちょっとねあの流れとしてはます、ね、まず最初に、まあ、エリザベス女王杯、えー、予想いきたいんですが、えー、一言二言ね、えー、ちょっと,、えー、と個人的な話になるんですけど。 えっとゆ、沢山くんですねあの。ツイッターで知り合ったね。あので、LINE、うん、やりとりし、競馬のことでね、やりとりしたりとかあしてる方なんですけど。えー、沢山くん、えー、先日入籍ということであのご結婚、ご結婚おめでとうございます。はい。先、え、越、ー、さ,されてしまいました。えー、っとですね、あとはよ米野くん。 はい、見てると思いますけど、私の真似をしないでください。それだけです、はいえー。じゃあ、エリザベス行きたいなと。でエリザベス勝敗なんですが、あのー、普通に考えれば、はい、ビブロスでいいのかなって、一般の人は食いつくだろうと思います。うん、僕も否定しないです。 で,ですが、ビクトリアマイルとかどうでしたかね、あのーまあ、ミッキークイーンがねビクトリアマイルで圧倒的一番人気になって飛びましたよね。僕もそこから入ってないんで、あの僕の押した馬は全然来なかったんですけど、牝、えー、馬のレースっていうのはやはり、えー、疑って入るのがいいのかなと。でこのメンンバーーーだったららミッキークイーンから あの入ってる人はうん僕だったらそう入りたいですねあの入ってる人多いと思いますあとは集荷賞のうん所がいいっていうんでねディアドラから入る人もいるだろうと思います、うん、でルージュバックもね前奏があれ、ね、復活してるんだったらっそこから入る人もいると思いますで集荷所道春の中 一番強い競馬したもずかちゃんから入る人もいると思いますそれぞれどこからでも入れると思いますただボバとやってて、えー、ミッキークイーンとから入るのがいいのかなとは思いましたあの昨年もね僕ミッキークイーンから入ってるんですが3着で、えー、2着は買えなかったっていうね、えー、シングウィズジョイですか、えー、っていうことはありましたけど牝、えー、馬はやっぱり分かんないと えー、ビブルスもねあの、中山記念見ると、うーんって感じもしますし、で、えー、そこから数えて、えー、体重が増えてるんですよねあ。昨年の週刊賞から数えると20キロぐらい増えてるんですうん。そこら辺どうなんだっていうのとか、いろいろ不安材料はあります。はい。これは宝塚から空いてるっていうのはありますけど、まあ、昨年もね、ミッキークイーンは休み明けで。 ちょっと太かったのかな反応鈍かったなっていう3着だったですし、はい、だったら3着内に来る馬で、えー、行きたいなと思いますしあのー、でビブロスに関してはルメール騎士がね、あのー、当日音数ねダブルアンジュっていう感じで非常にいいんです、はい、ただ僕はそこ強すぎるから嫌いたいなと思います、はい でこのレースの、このレースはですね、えー、っと、いろいろね、これちょっと消えちゃったんですが、あのちょっと見てみたんですが、えー、っとですね、開催会の法則って結構きてるんですね、はい、32回の時は3たす2で 5, 5枠とか、こういう開催会の法則がきてると、で今年見ると42回ですよね。 えっと6枠6番15番っていうのが、えー、浮かび上がるのかなと思います。はい、でこのレースはあのー、見てみると年の整数の馬番があ馬券になってるのと日の整数の馬番。えー年 日の整数セットで、えー、馬券になるっていう傾向があるんで今年は1の年なんで1番1枠10番まあ怪しいのは10番ミッキークイーンかなとはい、えー、で日の整数がね今日6なんであのー、リスグラッシュ、えー、あとは6枠、えー、あとは15番っていうこと、はい、考えますそうするとで 今年の G1 のトレンド、前も言いましたけど、前の動画、なんかの動画で言ったかもしれないですけど、あの GPY バーなんですよね。うん。で、そうですね、前のね、2008年かな、2007年か、あの、末尾7の年に、やっぱり GPY で P バーだったと思うんですけど、 えー、インシャルアンジーバーが絡んでるとで今年の G1 見ても、えー、エリザベスじゃなくてもね今年の G1 見ても GPY バっていうのが絡んでてで秋荷賞でもあのリス・グラシュですよね G バが絡んでるんですでその流れでいきたいなとで今年はだからエリザベス、えー、GPY バ見ると、えー、リス・グラシュか、えー、マキシマムド・パリか ジュール・ポレール。うん。ここらだろうと。ここら。あと、ハッピー・ユニバンス。はい。Y ですね。えー、そう考えると、リス・グラシュか、ジュール・ポレールだろうと。ジュール・ポレールの場合はね、まだ来ても不思議ないとは思うんですけど、僕はリス・グラシュの方かな。で、あの福永唯一騎手ですよね。唯一騎手 Y なんですよ。Y、Y イニシャル。 武豊もワイイニシャルだったんですけど乗り換わりは問題ないなと。で瀬戸口調教師ですか、あのー、お亡くなりになったっていうねネタもあのー、福永騎士がね「英心ジャンプ」とかね、えー「ラインクラフト」もそうかな、うん、うん乗ってたっていうこともあって非常にお世話になった調教師なんですね。うん そういった意味からもう福永騎手が今日一発やるんだったらこれかなとであとはねハーツくらいっていうところですね京都はディープってあの捉えてる人は多いかもしれないですけど過去のねそうですねハッピーユニバースなんかはジャングルポケットで臭いなとは思うんですけど過去ねあのアベンチュラとかえー、っとスノフェアリーの2着だったアベンチュラとかあとは うん、大穴出したねね人気ぐらいですか、ね、あれクイーンスプマンってなんかもねジャングルポケットでしたよね。えー、とジャングルポケットって何って言ったらトイニービー入ってんですよね。で、ハーツクライをね僕はちょっと怖いなと思ってんのはやっぱりディープを任すとしたらハーツクライなんですよ。はいえー、で、ハーツクライっていうのはあのアイリッシュダンスですよね、母がね。えー、で、 ダンスって言うんですかねその、えー、母親がで、えー、トニービン入ってるんですよねうんなのでハ、えーツ界のリスブラシ僕は本命にしたいなと思いますそういった意味合いからもはい3着内に、ね、あら秤馬の福永騎手で行、えー、ってみたいなと秤馬のみゆき騎手っていう パターンもあるかもしれないですが僕はリス・グラッシュでい、えー、きたいなとで本命リス・グラッシュはいでどうするかはいでもう7番のクイーンズ・リングはや,やっぱり臭いなと思うんで私はあの6・7で流しとあとはルージュパックあの残暑を見ると えー、オールカーマーですか残、えー、数を見るとこれはもうここに向けての調整過程としては急にデムーアになってるんでこれはもう今回は走る番かなと思ってるんで6十7っていうあとはやはり普通に考えてミッキークイーン6十0 の流し。ビブロスはちょっと嫌いたいです、私は。で、これで流してます。これでな流します、今日。とりあえず流します、小学ですけど。で、これら67、6十7 6十0だったら僕は当たりだと思ってください、今日。はい。で、この流しの中に、この流しの中に、えー、っと、 貼るべき馬番があ,りますあのー、そうですね少しですが貼る馬番がありますはいそれはちょっと公開しないですけどほとんど答え言ってます言ってますけど、えー、貼るべき馬番があるかなと思ってます、えー、そこにちょっと貼らせていただきます今日はあのー、三連服ね あの貼るところは1000円貼りたいと。で、サン連単ンも、あのー、そうですね、1000円貼れるところは貼りたいなと。今日ちょっと、リスブラスから、勝負かなと思ってます。はい、で、エリザベス上杯は以上です、はい。エリザベスは以上です。で、ここから雑談なんで、またあの本のね、ちょっと紹介っていう感じで、あの読んでた本ですね。 で、このね、スローセックス完全マニュアル、はい、あのー、これね、アダム・トクナガと、えー、いう人ね、えー、セックスペラセラピストが書いてる本なんですけど、これ、男性諸君にぜひ読んでもらいたいなと思いますね。あのー、こうやっぱり男は女性のこと分かんないんですよ。まあ、エリザベス、今日はありますけど、牝馬もそうですけど。 えーまあ、こういうねいろいろ単位とかあの攻め方はい、えー、そうですねテクニックとかですよねでえテ、ー、ニスの鍛え方とかね、えー、こういうやつですよねテニスを強化しようとかね、えー、お尻への合イとかねまあいろいろこういったね あのテクニック書いてあるますんでイラスト付きでねこれは男性職人に読んでほしいっていうのとあとはねあのー、この漫画仕事術ってやつですねはいこれいくつか出てるんですけどこれ僕ローソンとかで買ったことは買ったんだなまずはアパホテルの利益を生み出す逆張りの成功哲学はいっていうアパホテルの あの経営者のね、あのー、漫画にしてあるやつとかですよね、アパグループ創業者のね、はい、まあ僕も今日も逆張りしてますけど、あれ競馬でねで、あと漫画で学ぶ、えー、ソフトバンク、孫正義を、えー、ね成功に導いた3つの発想法っていうね、えー、大きな志をなすには、私利私欲は、えー、外役っていうことでね。 あのー、こちらも、あのー、ストーリーがね孫正義のストーリーがであと森永製菓、はい、争うべきは価格ではなく価値であるっていうねえー、ことで、あのー、非常に今後ビジネスえー、リアルの仕事ともにね、あのー、これは、えー、学んでいけるなっていうこれ漫画になってるんですけど これ非常におすすめしたい本かなと思いますはい今日は以上です。はいで、あのタップルっていうね、以前言ったかもしれないですけど、タップルっていうね、あの出会い系アプリ、はい、えー、そちらで前ね、えー、僕、うん、2人に会ったのかな、うん、でそのうちの1人の人がね、えー、今日ね、エリザベス女王ですけど、エリちゃんっていうんですよ。はい えー、またね2回目、えー、飲み会おうかなっていう感じにはなってます、はい、でそのエリちゃんの誕生日がね、えー、6月4日なんですよねえー、えー、なので先ほども言いましたリス・グラッシュが6番なんだねでね4番あるのかっていう枠の64だったら考えられるかもしれないですけど4番黒コスミあるのかなまあ とそこは本線じゃないんですけど、6月4日から,らしいです。エリちゃんの誕生日が。はい。っていう感じで、あのー、今日は、えー、エリザベス上杯。はい。えー、京都の方がね、確か、あのー、女性が入場料無料かなんか、そういう、えー、レディースデーかなんかですよね。はい。えー、ぜひね、今日は、リスグラシュの、はい。この、激走に、 注目したい信じたいと思いますはい、ご視聴ありがとうございましたそれではまた来週来週はマイルチャンピオンシップですね